こんにちは、こそば、ジンくんの部屋へようこそ。今日はコンビニの秋スイーツを食べながらお話をしていきたいなって思います。イエーイ。食べる動画初めてだからなんか緊張する。今日はセブンイレブンとローソンとファミマの3つからコンビニの秋スイーツを買ってきました。今日はただ食べるだけじゃ物足りないので、まだそういえばちゃんと自己紹介してなかったなって思うので、マネージャーさんの質問に答えていきながら食べていきたいと思います。よろしく頼むぞ。じゃあ早速食べていきたいと思うんだけど、ファミマのやつから食べていこうかな。これとこれとあんもいものクレープから食べていきたいと思います。美味しそう。いただきます。この質問をお願いします。はい。じゃあジンって本名だよね。本名で。実家ってどこなの？実家は富士山がある静岡県出身です。え、富士山って山梨じゃないんだっけ？違う、静岡。すいませんでした。兄弟は？一人っ子？兄弟は3人兄弟で、お姉ちゃんと弟がいる、います。美味しい。これそれどんな味？ちょっと食レポして。食レポ、じゃあ食べますね。うん、なんか芋の甘さがすごい効いてて、なんか美味しいです。これオファー来ないかな。もう本当に美味しいです。めっちゃお芋って感じ。スイーツ美味しくないですか？美味しい。これめっちゃ美味しい。いいの？今さ、メイク動画中心に上げてるじゃん。はい。いつからメイクするようになったの？高1のきっかけは、僕お姉ちゃんいるんだけど、お姉ちゃんがメイクとかしてたりするのを見てて、あ、なんかメイクして変わってるのいいなって思って、お姉ちゃんが使ってるのを買ってみました。同じのを。でそれからするようになった。へえ。ここが一番ジンのメイクのポイントとかってあるの？ありますね。目、涙袋はちゃんと描いてる。垂れ目しか描かない。そう、垂れ目。ポイントは垂れ目で涙袋。ちなみにどこのメイクのブランドが一番使うの？あー、メイク動画とか出しててもキャンメイクとかセザンヌ、だからプチプラがめっちゃ使ってる。プチプラばっかかも。でたまにファンデとかハイライトとかはいいのとか持ってたりする。韓国コスメとかは？クリオとか。この間エチュードハウスのやつ使ってたじゃん。エチュードハウスも好き。なんかジンの動画見てコメントで買おうと思ったって言ってくれてる人がいた。いや、そう、コメントも僕も読んでて、みんなが真似してみるとか言ってくれるの嬉しくて、ぜひ使ってって思いながらコメントにいいねしてる。コメントみんな読んでるよ。じゃあそろそろ別のやつ食べてみる？うん。じゃあ次はかぼちゃモコを食べていきます。ね、これかわいい。すごい色が、中もかぼちゃの色。かぼちゃ生地はもちもちしてて、中はかぼちゃ。そういえばなんかコメントで食べ歩き動画が見たいっていうのがあった。食べ歩きか。浅草とか。え、どこ、みんなどこの食べ歩き見たい？浅草？でも浅草で食べ歩きしたいかも。着物着て、浴衣だっけ、なんか着ていた。コーデとかアクセ紹介もしてほしいっていうのが あったんだけど、どこで買ってる？よく買うのは、結構多いのはでもウィーゴとかスピンズだから、本当に女子高生とか中高生とかが買いやすいやつをそこから選んで買ったりすること多いとか、あと古着屋さんとか、あとミルクボーイっていうブランドの服めっちゃ着てる。ここにミルクボーイが入ってる。そうそうです。だから多分ね、テレビの収録とかミルクボーイが多いと思う。今日はこんな感じです。何系って言うんだろう、こういうの。なんだろう、人系っていう。そう、僕こういう服多くないですか？多い。今日はチェックとこの上のクマさんを合わせました。はい、じゃあ次はローソン行きますね。チカフェ焼きチョコ生チョコシュー、今度はチョコレートのシュークリームを食べていきます。いただきます。うん、なんかクリームがすごいトロトロしてて生チョコって感じ。下手くそ。うん、あ、すごい、なんかチョコレートがすごい生チョコが入ってる。おいしい。おいしいって言っとけばいいんだよ。
正解。美味しいんだもん。美味しいから美味しいって言うのは正しいの。そういえばさ、今アイドルじゃん。ジンはスカウト事務所からしたけど、もともとその前からアイドルになりたかった。なりたかったんです、俺は。本当に、なりたくって、アイドルになりたかったの。本当になりたいなって思ってるタイミングで、スカウトが来て、そこからずっと頑張ってきた。この事務所のほとんど初期面というか、もう一番最初から事務所に入って活動、レッスンとかしてたから、まあ思いは強くて、本当になりたいなっていう思いは強かったから、今、幸せです。でももっと大きくなりたい。もっといろんな人に知ってもらって、自分の存在も、グループの存在も知ってもらって、もっと大きなアーティストになりたいなって思う。じゃあ、スカウトした時は、もうアイドルになりたかったけど、ちっちゃい時の夢って何だったの？どんぐりになりたかったね。生き物じゃないし。本当に。だけど、それはまあ、あの幼稚園の頃で、そこからは、なんか、人前に立つ仕事がしたいって小学生の頃から思って、小学生の頃になんか全校集会みたいな、ね、全学年集まってなんか学年の一人だけスピーチをするみたいな、ありません？そういうの始業式とかに、それでなんか選ばれて、その低学年の頃かな、多分まだバカがバレてなかったから、その時に必死に自分で文も考えて読んで、めっちゃ緊張したけど、全校の前で読んだ時にこうやって人前で読むの、あ、別に嫌いじゃないなって思って、人前に立ちたいって思ってた。今うちのボイスエンターテインメントにジュネスもいるし、今ボイスで配置と兼任してる子たちもいるけど、誰が一番仲いい？事務所の中で50人ぐらいいるよ。でも本当にボイズ、まあまあ常に一緒にいること多いけど、ジネスとか、あとハイチェルのメンバーともすごい仲良くて、実際、ジネスのお家にいたりした時は、布団ない時は、ゆうきくんの布団借りて一緒に寝てたりして。仲良しじゃん。他の、例えば好きなアイドルとか、俳優さんとかっている、なんか自分がなりたい像は自分でしか想像できないというか、自分の想像で自分がこうなりたいっていうのがあるから、自分の想像してるのがあるから、やっぱり、それに近づけていけたらなって思ってます。うん、ザ・チョコ、チョコにチョコだもん。チョコにチョコ。そんなに甘くない？甘い。本当に疲れてる時とかは多分ペロッと食べれちゃう。で、最後の1個になった時間。早い。最後の1つ、ファミマで買ったマグリのモンブランを食べます。モンブラン好きなんですよ。じゃあ最後の一つモンブランを食べていきたいと思います。詰めだし食レポうまくなったかな。ちょっとね進化してる気がする。いただきます。はい。あー、お、うん、あ、栗って感じ。それだけ？だって栗って書いてたじゃん。あ、わかった。柔らかい、なんか全体的に柔らかい。おいしい。普段結構食べる方だ。食べます、めっちゃ。焼肉大好きで、月に1回は絶対焼肉行ってる。ハラミが好き。コメントにさ、焼肉を焼きながら動画撮ってほしいみたいな、やりたいのがあるんですよ。お家で一人焼肉をやりたくて、一人焼肉やって食べたい。甘いものは？甘いのも大好きで、絶対に食後にスイーツがないとダメな人、甘いもので締めないとダメな舌になってる。キャンって家で何してるの？寝てる。はい、次。YouTube 見てる。YouTube 配信機能もあるじゃないですか。配信機能もあるから、チャンネル登録1000人いったら、記念として配信したい。やりたい。みんな、拡散して、お願い。1000人行きたいです。頑張ります。行きたいとこある？ディズニーランドに行きたい。ビルからズームエリアこの間できたもんね。聞いてほしいとことか言っときたいこととかないの？そうだ、動画内で言ってなかったかも。 YouTube を始めたきっかけはずっとなりたかったっていう気持ちはあったんだけど、ボーイズボーイの番組で YouTube を始めて競い合うっていう、東京 MX1 で10月10日19時半から放送の土曜動画を、金の盾を手にする方法にエントリーしてるんだよね。そう、してるんです。意気込みは？もちろん出るからには1位になりたいという気持ちが強いので、たくさん動画も投稿してファンの方やまだ僕のこと知らない方にも見ていただけたらなって思ってるので、1位を取ります。なので、ね、この動画たくさん拡散してくれたら嬉しいなって
戻します。イエーイ。そろそろ食べ終わりかな。ちょうど食べ終わりますね。これは全部完食いたしました。では合わせてください。ごちそうさまでした。これ幼稚園の時です。やった。4つ食べてみてさ、人的なベストワンどれ。全部美味しかったけど1位は一番最初に食べたあの芋のクレープ。甘々すぎると食べてるとくどくなっちゃうタイプだから、甘々すぎなくて食べれたのかな。あとクレープ好きな子は絶対好きだと思う。これぞまさに秋スイーツだなって思います。最後まで見てくださりありがとうございました。すごい美味しかったです。めちゃくちゃ。みんなもよかったら秋スイーツ食べてみてください。そして僕のこともこれを初めて見る方も皆さん応援してくれたら嬉しいです。それでは皆さんまた次会いましょう。ってことで焼肉に行ってきたいと思います。バイバーイ。マネージャーさんもありがとうございます。はい、ありがとうございました。